電気を使わない乾電池で動くタイプの石油ストーブです。こんな感じになってまして、この横のところから開けて、ここにも段ボールがついてるので外していきます。こんな感じですね。そしてここで点火もできるみたいですね。この後ろのところに乾電池ですね、乾電池をセットしていきます。そしてこの上のところに石油のタンクがついています。こういう石油ストーブだとタンクがついてないタイプっていうのが一般的だったと思うんですけども、このコロナの石油ストーブはこういうタンクがついていて、手が汚れないで給油できるようにこういう形になってますね。汚れませんという名前になってますね。こういうを入れてセットします。灯油がセットされていってる音がしますね。ここが点火ですね。点火するときはここを押すみたいです。押すだけじゃなくてこれを点火の位置まで持ってきてから押します。そうすると火がついて出ますね。音がしてます。まだそんなにあったかくならないですね。すぐには暖かくならないみたいですけれども、これで石油ストーブになって、この火の大きさをここで調整することができて、音がちょっと変わりますね。そしてすぐに消火したいときはここを押すと、ポン、消火位置にこのレバーが戻って消火されるようになっています。